いや、頭痛え、マジで。今日はちょっと外で写真撮りたかったけど、外難しそうだから家の中で、まあ、曇りの日に窓際ポートレートを楽しめる方法みたいなのをちょっと動画にしていこうかなと思います。ということで、ちょっと曇り撮影する前にね、今日今どのぐらいの天気感なのかっていうのを皆さんに見ていただきましょう。ちょっとバルコニーに出てみます。いや、これもうザ台風、もう見て、車がほとんど通ってないって。はい、ということで早速撮影に移りたいと思います。で、曇りの日っていうとね、やっぱり晴れに比べたらいい写真が撮れないっていう風に思ってる人も多いと思うんですよね。まあ、確かにその通りでね、晴れの日の方がいろんな光の種類で使えますし、なんといっても抜けがいい綺麗な写真が撮れますよね。だから晴れの方がいいには決まってるんですけれども、でも曇りっていうのがいい方向に作用する撮影っていうのもあるんですよ。それはポートレートなんですけれども、ポートレートを曇りの日に撮るとね、とっても肌が綺麗に見えるんですよ。それは何でかっていうと、こう太陽光をね、分厚い雲がディフューズしてくれる、要は拡散してくれるので、すごい柔らかい光が肌に届くんですよね。そうすると肌が綺麗に見えるっていうことになります。で、これは何でかっていうと、月を想像してもらうとね、分かりやすいと思うんですけれども、お月様ってね、結構肉眼で見てもクレーター分かるぐらいボコボコしてますよね。あれなんでかっていうとですね、太陽光が直接当たっていて、クレーターの影が光が入ってくるところと逆側にできちゃうんですよ。なのでクレーターの影がこうボコボコボコっとあっちこっちにできて、こう月がねボコボコに見えるわけなんですよね。それ人間の肌でも同じことで、毛穴とか、あとはまあ人によってはね、こう骨格とかね、の段差が影を作ってね、こう顔の中に影ができたりすることって非常に多いんですよね。でも曇りの日っていうのは光が拡散されて均等に肌に届くので、そういったことが起きにくいんですよ。だから肌が綺麗に映りやすいっていうところにつながってくるわけなんですね。で、今日はですね、室内で撮るということで、窓際でのね、曇りの日のポートレート撮影っていうのをちょっとやっていきたいと思います。ちゃんまり、はい、ちょっと撮影手伝ってごらんなさい。ごらんなさい。うん、リビング。何ごらんなさいって。はい、じゃあ撮影しようぜ。今日は曇りのポートレートを撮ろう。曇りどころじゃない天気だけど。台風だからな。台風だ。あ、そうそう、機材紹介しとかないとね。今日の撮影に使うものは、24F1.4 の GM レンズですね、こちら。で、本体は α7-3 です。まあ、よく僕が使うセットですね。この組み合わせでいきたいと思います。で、曇りの日はね、なるべく F 値が、低いもの、明るいレンズを使った方がいいです。まあ、なんでかっていうとですね、入ってくる光の量がすごい少ないですので、それをしっかりと掴むためには、やっぱり低めの F 値っていうのがどうしても必須になってくるんですね。なので F1.4 ぐらい、もしくは F1.8 かな、ぐらいあればいいと思います。それでは撮影風景を見ていきましょう。ちゃんまりには窓を背に背負ってもらって、僕は横からの撮影。この配置に作品的な意図はなくて、まあ、動画的に説明がしやすいのでこの配置にしてます。曇りの光が直接当たる左頬部分と直接当たらない右頬部分、まあ、異なる両方の性質を1枚の写真で説明できるので、まあ、便利な角度なんですよね。今回はレフ板も使って撮影していきます。皆さんテレビなんかのスチール撮影現場でよくこのレフ板を使った光景見ると思うんですけど、あれ飾りじゃなくてね、ちゃんとした意味があるんですよ。まずレフ板なしで撮ってますね。で、続いてはレフ板を入れて撮ります。さあ、これどういう意味があるのか、ちょっと写真を見て比べていきましょうか。サンスタ、まずはレフ板なしの写真です。一見するとなんかちゃんと撮れてるなって感じしますよね。で、続いてはレフ板を使った写真を見ていきましょう。はい、どうでしょうかね。差に気づいた人がいたら結構鋭い人です。実はですね、このレフ板を入れることによって色かぶりを消してるんですね。レフ板なしで撮ったものがまずこちら。この部分に注目してください。ここがね、少しなんだけどほんのり緑色になってるの分かりますかね。
これ実はちゃんまりが入っているスカートが、光を反射させてですね、緑色の色かぶりを起こさせてしまってるんですよ。さあ2つ並べて比べていきましょう。こうやって見ると、まあ、左の方がちょっと緑かぶりしてるなっていうのが分かりますよね。まあ結果としてはね、どちらの写真も表現としては全然いいんですけれども、こういう細かい部分まで気を使ってやるかやらないか、そういうのの積み重ねが自分のスキルアップにつながっていくので、こういうところは気にしながらね、いろいろと自分で実験をするというオタク力みたいなのがないと写真の上達っていうのはありえません。なのでちょっとずつね、皆さんもこうやって工夫していただければと思います。さあちょっと話はそれたので、曇り撮影にもう一度話を戻していきましょう。冒頭でも軽く触れたんですけれども、曇り撮影の日の室内ポートレートというのは窓際で撮るというのが、まあ、定石なんですね。なんでかというと、まあ、単純にその外から入ってくる外光の量が圧倒的に晴れの日より少ないので、部屋の奥まで光がいかないんですよね。で、例えば今動画見ていただいても分かると思うんだけど、右側は窓があるから明るいですよね。で、左側はやっぱり窓から遠くなるので暗くなっていってると思います。で、ここは自宅なんですけれども、例えばこれがスタジオ、ハウススタジオだったりね、それからカフェだったりしたとしますよね。で、窓から離れて内側に行く方が、この家具とか置いてるもののレイアウトとかがすごく素敵でロケーションが良かったとしますよね。その場合、大輔さんは窓際と、内側どっち選びますかって言われたら、僕は迷わず窓側を選びます。というのはですね、どんなに素敵なレイアウトが配置されていても、やっぱりね、写真っていうのは光のアートなんで、いい光がないといい写真になりようがないんですよ。だから曇りの日にもしも光が届かない奥の方に素敵なレイアウトがあったとしたら、僕は間違いなくそのロケーションを切り捨ててでも、一番綺麗な光っていうのを追い求めて窓のところに行くと思いますね。こういう白いレースカーテンがあったら、もうどんどんフル活用しちゃってください。あの白いレースカーテンでこうモデルさんを包み込むとですね、その白いレースカーテンでまた光が綺麗に拡散してくれて、顔全体に光が回ってくれます。もうこういうのはね、どんどん活用していきましょう。さあお待たせしました。それでは写真を見ていきましょう。さあ1枚目がこちらです。どうでしょう、これを見てあのどんよりの曇り空の日に撮ったポートレートとはまさか思わないですよね。こういう風にね、窓際でしっかりと光をつかんでハイキーで撮ってあげると、曇りの日だから何っていうことはないです。本当にもう綺麗に撮れます。こちらはレフ板なしで撮っております。やっぱりね、顔の方を見るとちょっとどこか緑がかかってますよね。まあでもそれも味方につけちゃえば、デイドリーム感のある女性らしい写真になるのでありだとは思います。こちらのアップの写真の方が肌の質感は分かりやすいかな。曇りの日って光が本当に柔らかいから、これだけハイキーで撮っても、あのちゃんとね、肌の質感っていうのが綺麗に残るんですよ。もう見てください、この透明感のある肌の色。もうやっぱね、曇りの日の光はいいですよ、窓際。ちなみに今日の写真は全部撮って出しです。ではこちらの写真、ちゃんまりには申し訳ないけど、顔をアップして肌の質感を見ていきましょう。じゃーん、どうでしょうか、かなり綺麗だと思います。これね、本当に肌何も補正してないです。だからこの辺り見るとね、あのニキビっぽいものがあるなーっていうのはわかると思うんですよね。で、この辺りはそばかすも見えますよね。こういったものはね、ちゃんと全部は飛び切らないんですけれども、でもこうやってしっかり目立たないぐらいにはなってます。やっぱりね、曇りの日の撮影っていうのは本当に肌が綺麗に見えます。ちなみにこちらの写真は同じ部屋で晴れの日に撮ってます。あの窓からはね、ちょっと距離を取ってるんですけど、それでもすごい光が強いのが、この左の頬を向かって右側ですね、の頬を見ると分かりますよね。で、反対側には陰影ができてると思います。こういう感じでね、やっぱり晴れの日は光が少し強くなってしまうので、曇りの日とは全く違う肌の質感になるんですよ。で、次のこの写真はレースカーテン使ってるシーンですね。こうやってレースカーテン使うとね、また柔らかい雰囲気が出て、もうボールドの CM みたいですよね。はい、ということで、参考になりましたかね。まあまとめると、曇りの日ってのもやっぱり光は使いようで、曇りの日は曇りの日の読み方をしないといけないんですよね。だから曇りの日にさ、バカみたいに外に出てさ、外でパシャパシャって撮っても灰色の写真にしかならないんですよ。だけど曇りの日の光もこうやって部屋に入ってくる光をね、しっかりと窓際で捕まえてあげることができれば、こんな風にね、すごい明るい写真になるわけなんですよね。なので曇りの日は曇りの日しか撮れないやり方っていうのがありますから、そういうのをね、うまいことこう使い分けて、晴れの日だったらこう、曇りの日だったらこうっていうような自然光を読めるようになると、すごいいいんじゃないかなと思います。また近々レフ板の使い方についての動画でもアップしていきましょうかね。今日の動画、皆さんの参考になっていれば嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。 See you!